うん、今何つけておられるの？ピューパー？あ、いいぞ、もう好きにやってくれ。山田さん、どうしよう、こんなのおかしいなぁ。持っとるなぁ。ちょっともう今日から前川君じゃなくて前川先生とお呼びしますから。チキショー、うるさいわやろ。チェー、ちなみにあの前川先生、あのちょっとお魚を見せてください。あー、いい魚ですね。今日からあの前川先生と、あ、でも綺麗だね、ここの、こいつ綺麗だね。はい、釣ったのはこの人です。はい、おめでとう。はい、オッケー、よし、はい、いいっすよ。はい、おめでとうございます。なんと3番ロッドでかけました。上手です。お、よく走ります。あーオートリリースでした。おめでとう。なんとか一匹ゲットしました。釣れたのはあそこです。いやー難しかったです。リーダーはなんと 10X をつけております。いやー苦戦しました。見事にドライで釣りました。お見事です。おお、はい、オッケー、はい、おめでとう。
山田勲、ついに釣りました。何をだ、大きすぎるんだよ。でも魚こうやってやって、ちょっと見せて。山田勲さすがです。釣りました。よかったね。あ、いい山子です。はい、綺麗ですね。はい、釣ったのはこの人です。はい、よし。これは割と白目っぽい魚です。目が白目っぽいですね。まあまあです。大将ごめん、顔出し OK ですか？俺？うん、いい？いい？いい？ OK、 うちね、名古屋のフライの道具屋で、うん、今日今 YouTube 撮っとるんだわ、うん、いいですか？ YouTube？ 監視員の方にお話をお伺いしましたところ、魚たくさんいますか？います。お、OK、 ということで皆さん頑張りますぞ。釣れるのは腕次第、ね、そういうことですね。はい、そういうことです。ということで監視員さんのお墨付きですので、見守ってください。はい、わかりました。ホープ店主、お見事。あ、はい、さすが店主です。いやいやいや、いやこれはだけどね、今日ね、みんながいなかったら本当に多分釣れ、違う違う、こんなにニーフをさ沈ませる時で